はい、こんにちは、アヒボーことアキヒロです。今日はセブンイレブンさんから発売されました、じゃん、こちらのドーナツを食べ比べしてみたいと思います。全部で8種類あったものすべて買ってきたんですけれども、そのうちの6種類が定番メニューになるそうです。で、東京と近畿では少しメニューが違うみたいで、ここは大阪なので近畿のメニューになります。では早速食べてみましょう。はい、まずですね、こちらがもっちりんごドーナツっていうものらしいです。ちょっと切ってみたんですけれども、こんな感じですね。なんか持った感じは本当にドーナツっぽい、ドーナツ、定番のドーナツっていう感じですね。本当に定番のドーナツっていう感じです。これがもう中がスポンジケーキというか、ちょっと固めのスポンジケーキみたいな感じで、本当にドーナツっていう、定番のドーナツっていう感じです。美味しいです。この表面に塗られてるシュガーがまたドーナツらしさは感じますね。美味しい。はい、次はですね、ダブルチョコドーナツっていう名称らしいですよ。切ってみた感じがね、こんな本当にまあチョコレートっていう感じですね。では食べてみましょう。全然チョコらしくないというか、大人の人でも食べれるというか、全然甘くないです。で、中は先ほどの、定番メニューのドーナツよりもちょっとふわっとした感じで、でもまあ、パサパサした感じまではいかないけれども、ちょっとパサパサした感じかな。で、甘くないチョコなので、これおそらくチョコレートが嫌いな男の人なんかでも食べれるんじゃないかな。結構美味しい。しつこくなくって美味しいです。はい。美味しいです。ダブルチョコドーナツ。はい、続きまして、こちらがもちもちいちごリングドーナツっていう名前のドーナツです。切ってみた感じがこんな感じなんですけれども、いちごのクリームといいますかを、塗ったような感じで、ちょっと食べてみます。これはほんまにもちもちしたドーナツっていう感じですね。先ほど のチョコドーナツとかのスポンジケーキっていうよりも、こちらは本当にパンといいますか、子供の頃から食べたふんわりしたもちもちした生地のドーナツにいちごのソースをかけたっていうような感じです。これは多分お子様とか子供さん、女性の人も好きじゃないかな。僕も個人的にこれが好きですね。美味しい。はい、続きまして、こちらがチョコオールドファッションっていうドーナツの名前です。切ってみた感じがこんな感じですね。やや固めの生地っていうような感じです。ちょっと食べてみましょう。ドーナツでも本当にパサパサした生地で固めのドーナツがお好きな方はこちら多分お口に合うと思います。ふんわりしたもちもちしたドーナツよりも固めの、パンケーキといいますか、ちょっと焼き菓子みたいな感じがお好きでしたら、こちらのドーナツがぴったりだと思います。
うん、美味しい。なるほど、美味しい。はい、続きましてこちらが宇治抹茶オールドファッションっていうドーナツです。切ってみた感じがこんな感じですね。中が本当に抹茶が入ってます。ちょっと食べてみましょう。うん、ほんまに抹茶っていう味はそんなにしないような感じですね。先ほどのチョコオールドファッションと同じ生地だと思うんですけれども、うん、ややなんかこちらの方がパサパサした感じに感じれますね。うん、あんまり抹茶っていう感じはしないですね。うん、でもこちらももちもちしたドーナツというよりもちょっと固めの、うん、パサパサした感じが好きっていう方にはおすすめできます。うん、美味しい。はい、続きましてこちらが白バラ牛乳のホイップドーナツという名前のドーナツです。切ってみた感じがこんな感じで、ちょっと中にクリームが入っているような感じですね。ちょっと食べてみましょう。うん、どちらかというともちもちした生地なんですけれども、そこまでもちもちっていうよりは柔らかめのドーナツっていう感じに、中にホイップクリームを入れたような感じです。うん、甘さもやや抑えられてて、食べやすいです。うん、美味しいです。はい、続きましてこちらミルクコーヒーオールドファッション、こちらが、先ほど言いました定番メニューから外れるメニューみたいで、そろそろ発売が中止になっちゃうみたいですよ。ではちょっと食べてみましょう。うん、なんかオールドファッションっていうドーナツが3種類あった中で、そうですね、宇治抹茶とチョコはあんまりっていう風な感じで、まあチョコの方はちょっとチョコっぽい味はするんですけれども、でもこれは本当にミルクコーヒーの味が濃厚にします。で、生地はパサパサの焼き菓子みたいなドーナツなんですけれども、本当に、うん、ミルクコーヒーといいますか、コーヒー牛乳をなんかドーナツに混ぜたような感じがします。うん、美味しいけどな。普通に美味しいです。はい、続きまして最後、きな粉と豆乳のドーナツです。切ってみた感じがこんな感じですね。では食べてみましょう。うん、多分ドーナツの中で一番キメが細かいスポンジケーキといいますか、キメの細かいパサパサしたドーナツっていう感じです。それと、うん、豆乳の味がやっぱりちょっとしますね。だからなんていうのかな、先ほどのオールドファッションよりももう少しキメの細かいパサパサした感じのドーナツがお好きな方には合うと思います。うん、はい、いかがでした。すべて8種類食べ比べしてみました。そうですね、コンビニさんのドーナツっていうからもっと甘ったるいのを想像してたんですけれども、そこは逆で非常に甘さは抑えられていました。で、味はほんのり
うっすらした大人の香りっていう風な感じで、うまく味付けされているような感じがします。そこに、もちもちしたドーナツからスポンジケーキ、あるいは、焼きドーナツみたいな感じの、子供さんから大人まで、食感が楽しめるようなドーナツを考えられているのがコンビニさんのドーナツ、さすがっていう風な感じがしましたね。ということで8種類のうち6種類が定番メニューになるそうなので、皆さんもお近くのセブンイレブンでお買い求めしてみてはいかがでしょうか。ということで今日はドーナツの食べ比べでした。では。